いいっすよね、こわこうもいかん、手がこういかない、これが限界。じゃあ陽キャのピース、せーの。じゃあポケモン好きのピース、せーの。むず。じゃあ朝ヌテラ食べてきた人のピース、せーの。なんで知らん。真冬みたいな顔してる。マジね、ポケモンに出てくる公立会のジムリーダーの格好してるよ。見る。あと2分で入れますけど、どうですか？新しいビリーブは見れるかな。見たいね。不安だね。あとはね、俺なんか久しぶりの C だからさ、この曲とかもめっちゃいいよね。クリスマスのやつも楽しみ。確かに。全部当たるといいね。確かに。確かにしか言えなくなったんか。確かに。入りました。はい。課金しました。課金しました。無事。初の。初の。なんか真冬の人みたいだったらやだ。だからポケモンのさ、メロン、ジムリーダーだって。真冬になっちゃった。はい、無事、僕たちも DPA 変えまして、初日なんですけど、5分で完売したみたいなので、これから行かれるかのちょっとね、結構ね、余裕を持って来た方がいいよね。ギリギリだった。ね。まぶい。何がまぶい？太陽？それとも俺？太陽。太陽？それとも俺？太陽。太陽？それ。買うの？買います。え、マジ買うの？買う？え、マジで買うの？ビリーブ。ビリーブするな。早めのお昼ですね。朝早かったので、腹ペコです。今日めっちゃ早かったよね。数年ぶりじゃない、ボケに。スーベニアカップを買いました。いただきます。これかわいいね。ちっちゃいか。新商品。そんなちっちゃくない。かわいくない。かわいい。で、これ普通に欲しいわ。で、ほら、子供と大きくなったら120センチ。まだまだだね。まだまだだけど欲しい。でもこれかわいい。かわいいよな。いつ着るって感じだけど。でもさ、いつか。じゃあ買おう。はいでー。いつか着たい時がある。はいでー。でも今買うの。ロックバンドビートが当たりました。ここは私のアナザースカイ。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 こちらの絵画はですね、1430年に描かれたインディアンの描いた絵です。こちらの男性を見てください。こちらの男性はジマさん、N、安藤さんという方です。ビッグバンドビートどうでしたか？久しぶりに見たわ。1年ぶりぐらいじゃない？確かに。てかもう C が全然来てないからさ。そうだね。全てが1年ぶりか。久しぶりよ。ね。なんかあれ、ドナルド出てたっけって感じだったわ。なんか、最初のやつ出てないじゃん。最初のやつっていうか、前のバージョン、ね、そうそうそう。休演する前の前のバージョン出てないからさ。あれ、ドナルド出てきたかな。何回か見たけどね、それも。どうする？アラビアンコースらへん行ってないよ、まだ。
まあね、アトラクションがあまり乗れないもんで。そうだね。どうしようっていう。ちょっとあっちの方散歩行こうよ。うん、お茶買いたい。買った。Colors everywhere. All over. So magical. Is this your princess? Yes, princess. This is my princess. Baby. We both have very beautiful princesses. Baby. It's too sweet. Really? Yes. Sue? Congratulations. Congratulations. That's so special. How exciting. Well, maybe next time we see you, we'll get to meet your new baby. All together, yes. Yes, in the future. Yes, future. Shall we get a smile together? Yes. Of course. グリーティングでした。たまたまジャスミンとアラジンが二人で、別々のグリーティングだったんだけどね、たまたま二人で最後で来てくれて妊娠報告しました。そうだね。ちょっと何を言ってるか分かんなかったが、イエスみたいな、セキュー来なよっていう。暑い、アメトラ君一気に暑くなっちゃったね、今超暑い ね。アメトラ君行く、行こう、スズメ。はい、ただいまよりどうやらかなりの列の人が並んでるそうなので、どうしよう、ね、全然わかんないから、マジわかんないね。無事席を確保できましたけど、どこがいいとか全然わかんないね。でもここでいいんじゃない、山もプロメテウス火山も見えるし、とりあえず見えれば何でもいいですよ。どこに何があるかわかんないから ね。ネタブレを一切見てないから、そうだね。ということで車の方に帰ってきました。はい、いやー、外寸間スバッと疲れたね。いやー疲れたよマジで。今日はね、充実した一日だった。もうビリーブが最高すぎた。俺結構ね、今までのショーの中で一番とかはちょっと今こう落ち着いてからじゃないと決めれないけど、間違いなく一番泣いた。いつくるより号泣したね。それは泣いてて、うん、泣いてて思った俺。そう、うん、系統的にはフォレストシアターに似てる感じしない？いろんなプリンセスとかをおしゃれな、おしゃれっていうか有名な曲をバッて出して、最後みんなで締めるっていう最高なね。ちょっとアドバイスじゃないですけど、 DPA ダイレクトパスポート、まあ、2500円、そうプレミアアクセスだっけ。今回初日で5分で売り切れちゃったんですけど、多分今後緩和するかなっていうのと、初めてもし見る人は絶対買った方がいい。これだけはマジで言える。なんか、はい、そうだね、エントリー外れてどこで見た方がいいとか、もしアドバイスとかできたら、できる限りのことはするので、インスタの DM でもらえれば全然ご相談乗るので送ってもらいたいんですけど。難しいよ。でもそうだね、でも、うん、俺たちの場所が結構良かったしね。どこ見たらいいか分かんなかった。うん、でも最初の曲で泣いたよね。泣いた、マジ泣いた。最初一番泣いた。皆さん楽しんでください。本当にそれにつきます。今クリスマスの時期だからね、そのショーを見てクリスマスの花火を見るっていうね、最高なので、皆さんぜひ2020年ディズニーシー
2022年ディズニーシー楽しんでください。はい、ということで今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 TikTok、 インスタグラムのフォローもお願いします。では、せーの、バイボー。